生かさず殺さず、中国の不動産業がゾンビ化、恒大の破産申請で見える不況の脅威。中国はかねてから後発のメリットを生かして諸外国の失敗例から学ぶことを得意としてきた。社会主義国家の崩壊においては旧ソ連の実例から絶対に一党独裁を手放してはいけないと考え、政治や報道の自由化を頑なに拒む姿勢を貫いてきた。経済の反面教師は日本だ。日本のバブル崩壊は官製不況と呼ばれ、旧大蔵省の総量規制による急ブレーキが原因とされた。日本をモデルケースに、過熱した経済を急激に冷やさないようソフトランディングの出口戦略を最も熱心に研究してきたのが中国だった。ところが、習近平体制になって、この日本の失敗に学べの原則が揺らぐことになる。そこには政権の優先順位の変更が関わっている。習近平は何事にも安全を常に気にする指導者だ。安全は安定と言い換えてもいい。中国にとって安全に関わる主要な問題は国家安全、社会安全、経済安全の3つ。鄧小平登場後の中国は改革開放を掲げて経済安全、つまり安定的な経済成長を最優先に考えた。経済安全は二の次。だが習近平はまず国家安全を最優先とし、反政府的な社会安全を脅かすものがあれば厳しく取り締まり、経済安全の優先順位は二の次に置かれた。大物経済官僚は大抵パージされ、経済まで自分が仕切る構えを見せた。家は住むものであって投資のためのものではない。そんな言葉で習近平は繰り返し不動産投資の過熱に不快感を示し、ブレーキをかけた。それは自身が掲げた中間層を増やしていく共同富裕政策と矛盾することになるからだ。しかし中国経済は過去30年にわたって不動産経済で成り立ってきた。不動産は上がるものという神話が形成されていたので、人々も借金して資金をつぎ込み、値上がりでキャピタルゲインを得ることが勝利の方程式だった。公的機関や民間企業も借金で購入した土地を担保にさらに借金をする自転車商業的な開発で潤い、経済を回してきた。そこにブレーキをかければ、当然急激に市場は麻痺する。不動産不況は当然消費低迷を生み、経済全体に悪影響を波及させていく。これこそ日本が歩んだ道であり、中国でその兆候は出ている。ゼロコロナの解除後も消費は伸びず、政府も総需要、括弧消費全体の不足に直面していると認める。銀座を闊歩する中国人観光客にもかつてのような購買力は見られないようだ。問題は不動産や消費だけではない。急速な少子高齢化、2割に達する若者の失業率の高さなど、複合的な問題が中国経済の足を引っ張る悪循環を招きつつある。7月以降、中国政府は失業率の統計発表を見合わせるなど、ネガティブな公式統計を次々に消しにかかった。市場はそれほど悪いのかと疑心暗鬼になり、さらなる不安を生むだけである。生かさず殺さず。中国政府は恒大などの不動産開発会社に対し、公的資金をつぎ込んでの救済は考えていないとされる。彼らは江沢民や胡錦涛の時代に成長した企業で、習近平にとっていわば政敵の子分たちだ。しかも恒大だけで50兆円の負債、救えるはずもない。かといって簡単に潰すこともできない。米国への破産法適用申請も、うるさい外国人投資家向けにドル建ての債務の処理に動くことを見せるだけで、寿命の先延ばしに過ぎないとの見方が支配的だ。国営金融機関には、つなぎ融資や支払い猶予を認めさせながら、生かさず殺さずの傍観を決め込むと思われ、恒大など不動産開発会社はゾンビ化していく可能性がある。日本や世界への影響は読みにくい。
この不動産問題で中国経済が短期的にクラッシュすることはないだろう。だが中国経済に多かれ少なかれ依存を強めている我々が中国の病に影響を受けることは避けがたい。世界は当面中国発の世界不況に怯える日が続くだろう。解決策はただ一つ、中国が経済安全を優先する政策に立ち返ることだが、習近平が失敗を認めることになる。無謬性を原則とする中国でほぼ無期限の任期を獲得した習近平にとってその決断はまずありえない。ウクライナ無人機、ロシア超音速爆撃機を破壊か。ウクライナ軍が無人機でロシアの超音速長距離爆撃機を破壊した。米ニューヨークタイムズや CNN テレビなどが22日現地時間に報じた。報道によると英国軍情報当局は同日、週末にウクライナの無人機がロシア西部ノブゴロド州のソルツイ2空軍基地を急襲し、滑走路の超音速爆撃機 TU-22M3 を破壊したと発表した。ウクライナ政府は前日にロシア軍の別の空軍基地も攻撃したと発表したが、これに対してロシア軍は TU-22M3 を使ってウクライナ全土を爆撃してきたと主張した。西側の軍事アナリストらはロシアは約60機の TU-22M3 超音速爆撃機を保有しているとみている。ロシア国防省は今月19日ノブゴロド州の空軍基地がウクライナの無人機により攻撃を受け、軍用機1機が破損したと発表した。ロシア国防省は詳細を明らかにしなかったが、この基地には TU-22M3 超音速爆撃機が駐機してあったという。メディアは英国の情報機関は関連する情報を直ちに確認はできなかったが、これが事実であればロシア軍の主要戦力の一つである最新鋭爆撃機が無人機攻撃に対して非常に脆弱であることが明らかになったと指摘した。英国軍の情報によると TU-22M3 中型爆撃機はウクライナ国境から約650キロ離れたノブゴロド州のソルツイ2空軍基地で待機していたが、ウクライナ軍の無人機により破壊されたようだ。この爆撃機は北大西洋条約機構 NATO のコードネームではバックファイアと呼ばれている。ロシア、スネーク島近くでウクライナ軍高速艇を破壊。ウクライナは否定。ロシアは22日午前、空軍が黒海の要衝スネーク島近くでウクライナ軍の上陸部隊が乗船していた米国製の高速軍用艇を破壊したと明らかにした。一方、ウクライナ海軍の報道官はロシアの主張を否定した。報道官は CNN の電話取材に対し、ウクライナ海軍ではそのような事案は起きていない。海軍要員は失われていない。したがってこの件についてコメントすることはないと述べた。ウクライナ軍は昨年スネーク島を奪還し、過去数週間は黒海での攻撃を増やしつつある。スネーク島はウクライナ南西部の沖合に位置する岩だらけの小さな島。ロシアによるウクライナ侵攻の初期にスネーク島の守備隊がロシア海軍に対してくたばれと返したことで有名となった。ロシア国防省は高速艇の事案を撮影したとされる動画を公開したものの、詳細については明らかにしていない。ロシア国防省からすれば、高速艇は戦闘機からの攻撃を回避しようと積極的に動いたが、戦闘機が攻撃を当てることに成功したという。動画には標的に対する複数の発砲が映っているものの、詳細は不明。 CNN は動画について独自に確認ができていない。